にゃん。これもまたアクションカムのパーツです。マウントですね、ここボールジョイントになっててカメラをねこうつけるネジがあって、でこれ何か、これ車の窓にスコッて入れて撮ってくださいねっていうマウントなんですよ。これで大丈夫かっていうような作りだな。ちょっと安いぞ。いや安かったんです、安物なんです。まあでも使えるよなきっとな。挟んどきゃいいもんね窓でね。ちょっとこれじゃあ車で撮ってみようか。こう窓にこう挟むといいんだけど、こっちだとさカメラがこうなっちゃうんだな、横向きになっちゃうんだな。これでは、よくない。やっぱこうしたいですね、こっち向きにしたいですね。ですのでちょっとアタッチメントをつけたいと思います。はい、これです。これはこのソニーのこのアクションカム用のアタッチメントで、これ頭のここにつける分のアタッチメントです。こうつけたらいいのか。よし、ちょっとしっかりつけて、でこっち側にカメラをつけましょうか。はい、つきました。車内に向けてちょっとつけてみます。内側の窓に固定しました。これは割とありそうな感じだね。これ面白い。どうだい。てか普通の車内映像だねこれね。開けちゃえ。オープンオープン。これはあの非常にスマホで画角を確認できるので便利です。いやまあまあまあありがちといえばありがちな画面ですけど、まあこれはこれで面白いね。車の窓に挟んで、固定するアクションカム用のマウントを使ってみました。まあまあ面白かったね。俺は面白かったよ。君はどうだい、面白かったかい。